今日一日頑張っていきたいと思います。おはようございます。あ、おはようございます。びっくりした、誰誰え、あの人誰わかんないの。え夢をずっとなくさないで。あの抜き石ね、あれわかんなくなるよね。でかさ、なんかさ、これあるじゃん、これさ、なんか見たことあるそれ。こういうのか財布に入れてた。あ、絵に出してるね。そうそう、お金が貯まる。俺もさ、入れたその日に5000円親からもらった。え、すごい効果的めんやん。効果あったって初めて聞いた。そう、しかも、めっちゃうまかったよ。投げて、取るのもめっちゃうまい。ハネちゃんマジすごい。ハネちゃんすごい、やば、育てたい。なんかすごい、たまに下からこすむんだ。マジで、すごい、すごい。ガイデンめっちゃいいじゃん。スナップすごいねっていう。すごい鍛えたいね。指導してあげたい。うん、めちゃくちゃしたいな。あなちゃんなんか習い事やってるの？たくさんやってるみたい。え、たくさんやってるの？え、そうやね、ダンス2つやってる。足もめっちゃ速いらしい。そうなんだ。足速い子と男の子と勉強できる男の子どっちが好きって言って、勉強ができる男の子って言ったから、え、足速い子はって言ったら、私が速いからめっちゃ見れる。自分が持ってるのがすごいな。すごいな。顔やば。待って、顔やば。太ったね。突っ張ってるね。いや、それで出るんですか？はい、突っ張ってるんだ。いいじゃん。誰？漫画のキャラクターみたいな。前髪が前にやさっとなってる。出来上がり早い。めっちゃ肌赤。あ、肌赤。いいよ。おい。知ってた？知ってた？今日さ、U フェスキッズ2019らしいよ。そうらしい。知らなかったの。知らなかった。俺も知らなかった。全然知らなかった。出られる。よかったね、たまたま来てて。たまたま。たまさか来た。今日はたまさか来た。たまさか。君たちもね、たまさかね。たまさか。たまさか来たら、その会場が U フェスっていうね。そう、知らなかったけどね。知らなかった。どうする？全然心構えとかできてないけど。まあ、スイッチ入ればなんとかなるでしょ。でもうちらがさ、うちらが本気出したら、もうバリオッケーだよね。バリ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 。なんかね、何度もね、そういう壁を乗り越えてきたもんね、うちら3人で。そうよ。うん、じゃあ頑張っていきましょう。あれ待って、ワインが足りなくない？大丈夫？え、大丈夫。じゃあ、えいえいおー行こうか。いつもです。はい、えいえいおー。下から上かと思った。頑張ります。頑張ります。Thank you。 Thank you。 あ、どっち？あ、でも3日後部分見えないし。もう全然大丈夫。オッケー。最後に直前に、え、りっちゃん歯の間になんかお肉詰まってるよ。コロッケだから芋だから挟まんない挟まっても白いから分かんない。おいおい、かわいい、かわいい。おい、動画すごい。いや、そうなんだ。1、会場温めてきなさい、今。あれ、1、なんで準備してんの？え？なんで準備してんの？1、出番ないじゃん。え、そうなの？ないよ。え、ないの？ないよ。え？ないよ。ないんだって、今日。いや、あれ、4つだよ、1じゃなくて。え？あれ、1じゃないよ、あの台本のやつ。4つだよ、あれ。だって？まあでも、ほら、いつ声かけられるかわかんないから。ああ、確かにね。まあもしかしたらね、あるかもね。いやでも、ないんでしょ、だって。ないんでしょ。声かけらんないと。多分ないと思うけどね。声かけらんないよ。帰りな。ほら、もしかしたらほら、あの、なんか会場のほら、入り口とかでほら。え、でも映り込むかもしれない。あ、そうだね。会場のカメラで。ああ、確かに確かに。そうだね。じゃあ一応。ないと思うよ。ないよ。だってなるわよ。そうだよ。途中でおっていい。出れない体にしてもいい。すごい、腕がすごいことに。触りにいいよ。触りに出ます。あ、じゃあ写真だよ、みんな写真だよ、写真だよ。えっちゃん、えつこちゃんの子。はい、あ、えちゃん、えちゃん、はい、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ノーフィルターの小林可愛くなって。ありがとうございます。はい、結婚おめでとう。あ、なるほど、このタイミング。はい、あ、あざす。はい、ほんとさ、もううち一人しかいないな。ゆ
ューフェスキッズ2019始まるよー。まだ始まったばっか、はい、ね、次の出番。いや、よっちすごかったよ。でも踊りも良かった。踊り良かった。そう、あったよ、めっちゃ。あれあったよ、あの会場の雰囲気でやられた。はいはいはい。ギャーなんかなんかギャーって。最後、もう僕は今日帰っても大丈夫です。はい、僕の仕事は終わりました。今日バイ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 。お家で待機で自宅警備員の学校だ、これ。イッチそうだよ。何イッチ何て言ったの。え、ごめんなさい。え、出ちゃったの。なんで出ちゃったの。我慢できなかった。おしっこじゃないんだよ。だってみんな、みんなすごい楽しそうだった。なる言ってあげな。なんで出たの。こうやってバレてたよ。バレたよ。全然バレてた。みんな、もう角生えてたよ。うん、その入ったち。よいしょ、はい。よいしょ、はい。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。ゆっくり休んでね。またね。また遊ぼうね。ゆっくり休んで。
ヒビが分かった。ただちょっと一瞬シーンってなってちょっと、うん、あれってなって、あのおじさん何言ってんのって言われちゃったね。いやでもねすごいよかった、盛り上がりました。うち何一人で喋ってんの。え、画面に何億人の人が見てるの。それを意識しないでどうするの。すごいってプロの意識が、プロの意識がすごいね。プルコギユーレズキッズ2019、東京公演かな、はい、無事終了しました。はい、まあまだまだね、ユーレズは終わってませんので、まあ大阪、まあありますからね、まだね、そうだね、はい、ありますんで、皆さん楽しみにしててくださいね。はい、みんなお疲れ。おっと、これはさっき私たちがもう準備だって言った時に、まーちゃんがね、ひまわりチャンネルのまーちゃんが書いてくれたね、置き手紙というか置き謎ですね。何かの方法で赤ちゃんを寝かせろ、なんかね面白いね謎解きだって言ってた。ここにまーちゃんよりって書いてありますね。これとうんちじゃん、お包丁、おしゃぶり、クマ、牛乳、哺乳瓶、赤ちゃんって書いてある。で、どういうこと？寝かせる？寝かせる？正解？正解しちゃいました。やっぱりバカだからね、すぐ分かっちゃうの、こういうの。で、なるにも聞いてみよう。え、いち、誰に喋ってるんですか？え、画面の前の、頭おかしいみんなだよ。画面の前のみんなだよ。画面の前には、ね、人いないよ。え、ごめんなさい。すいません。なるちゃん、これを解いてごらん。ちなみに、いっちは一発で解いたよ。うん？何かの方法で赤ちゃんをね、うん、寝かせてあげてっていうやつ。これ、まーちゃんからの置き謎。何かの方法で赤ちゃんに寝かせて、いろいろあるから。あーちーちーあーちー、やると思った。正解です。イエーイ。やっぱりさ、これバカのやつだからさ、あ、バカだからわかるんよね。そっか、おめでとうございます。すごい、正解しました。子供の本当のリアルな字で書いてたら本当に謎解きやん。わかるわかるわかるね、あの大人には出せない持ち味がある。そうそうそう、こういうフォントみたいになってるんです。すごい、まーちゃんフォント欲しい。まーちゃんフォント、まーちゃん手書きフォントありがとう、まーちゃん。まーちゃんに届け。今日も動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画を